日本画家、村瀬義則による、アイヌ熊祭り屏風。熊を遊ばせる場面イオマンテを行うアイヌの男性たち。蜘物を捧げている。イオマンテ用に設けられたヌサさん。中心に、イナウで飾り付けた熊の頭骨を祭り、周囲に捧げ物としてのイナウや、蜘物の酒を捧げるイオマンテとは、アイヌの儀礼の一つで、ヒグマなどの動物を殺してその魂であるカムイを。 神々の世界に送り返す祭りのことである。言葉としては愛、それをオーマン、イくて、何々させるという意味。それとは、恐れ多いカムイの名を直接呼ぶことを避けた遠曲表現であり、従って、イオマンテとはカムイを生かせる儀式の意である。また、後頭の愛と王の間に渡り音の愛が挿入されて、イオマンテイコールイオマンテという発音になることも多い。単に、 イオマンテという場合、ヒグマのイオマンテを指すことが多い。本来はカムイであればどんなカムイでも構わず、一部の地域ではシマフクロウのイオマンテを重視する。また、シャチを対象とするイオマンテもある。飼育したヒグマを対象とする儀式はイオマンテ、狩猟によって捕殺した野生のヒグマを対象とする儀式はカムイホプニレと呼んで区別することがある。ホプニレとは方、シリップに、 何々を持ち上げるり、死役同士語尾で立たせるの意味。狩猟で殺した直後の獣のカムイは、魂の形で領事の間に止まっているという。そこでカムイホプニレの儀式では祭壇をしつらえて、ヒグマの頭部を祭り、主食や稲を捧げてそのカムイに、神々の世界に帰ってもらうのである。冬の終わりに、まだ穴で冬眠しているヒグマを狩る漁を行う。 冬ごもりの間に生まれた子グマがいた場合、母グマは殺すが、子グマは集落に連れ帰って育てる。最初は人間の子供と同じように家の中で育て、赤ん坊と同様に母乳をやることもあったという。大きくなってくると、屋外の丸太で組んだ檻に移すが、やはり上等の食事を与える。1年か2年ほど育てた後に、集落を挙げての盛大な送り儀礼を行い、 丸太の間で首を挟んでヒグマを屠殺し、解体してその肉を人々に振る舞う。式場には祭場を使う。祭壇は、M、弓や、鎧、新床などで飾り、クルミや団子、近代ではみかんを備え、熊に酒を注ぎ与える。花屋で熊をいて、遊ばせ、最終的に丸太で熊の首を挟むことで熊の肉体と魂を分離する。 その折に一人のアイヌが天に向かって一種を放ち、全員が一斉に叫ぶ。宗教的にはヒグマの姿を借りて人間の世界にやってきたカムイを一定期間大切にモテなした後、見送りの縁を行って神々の世界にお帰りいただくものと解釈している。ヒグマを屠殺して得られた肉や毛皮はモテなしの霊としてカムイが置いていった置き土産であり、 皆でありがたくいただくというわけである。地上で大切にされたクマのカムイは、天界に帰った後も、サイド肉と毛皮を土産に携え、人間界を訪れる。さらに人間界の素晴らしさを伝え聞いた他の神々も、肉や毛皮とともに、人間界を訪れる。こうして、村は、豊か寮に恵まれるのである。クマの裁縫を願うために、人間からの土産として、稲うや殿と、 人を大量に捧げる。イオマンテの縁で語る言うからは、佳境に入ったところで、わざと中断する。神が続きを聞きたがり、裁縫することを狙うのである。類似の熊送り儀礼は、カラフト周辺のニブフなど、ユーラシア大河の北極圏に近い内陸、狩猟民族に広く存在している。イオマンテも、その一種である。北海道における、 イオマンテの儀式は1955年に北海道知事名による通達によって野蛮な儀式として事実上禁止となった。2007年4月、通達を撤回している。その期限については、諸説あり、アイヌ文化期に先行する札門文化期の移行からは熊に関連する祭祀の痕跡が見当たらないことから、イオマンテはオホーツク文化から飛びに大文化を経由して、 アイヌ文化が取り込んだとの見方がある。詳細は、飛びにたい文化を参照のこと。このほか縄文時代のイノシシ祭りの対象動物が熊に痴漢されたとする説もある。日本におけるイノシシ利用史も参照。日本神道における山の神、都市神、屋敷神、田の神、稲の神、ソレイ人などの概念とヨマンテの概念との間には類似性が見られる。 これらの概念を説明すると、山の神、都市神、田の神、屋敷神、稲の神、それ以人は同一の存在の豊穣神であり、季節ごとにその名と姿と居場所を変える。まず、山の神が冬の新年になると、都市神となって、山から麓の村に降りてきて、屋敷神となって、屋敷と一族を守り、春になると、田に出て、田の神となり、田植えが行われ、 夏の間、他の神、イコール島の神は、稲を見、守り育て、秋になると、他の神、イコール島の神は、豊かな実りをもたらし、神霊の宿る稲が収穫され、収穫祭が行われ、人は、他の神、イコール島の神に収穫物を捧げて、神と共に収穫を祝い、他の神を屋敷に迎え入れて、風呂やご地走でもてなして、牢をねぎらい、神を山に送り出し、 神は山に帰って行き、山の神となる。以後も、この一年の循環を、毎年繰り返す。また、一族の者が亡くなると、そのものの霊は、ソレイとなり、村を見守る近くの山に行って、山の神となり、村と一族の守護神となり、蒸気の循環を経て、村や屋敷に帰ってくる。祭祀の対象が、植物である、塔イコール、の神か、動物である、熊イコール、 熊のカムイカの違いはあるが、どちらも法上儀礼であり、神の礼を迎え、神の礼の宿った稲が育ち、神の稲を収穫し、再来を期待して、神の礼を祭りを行い、収穫物イコール稲を捧げて、もてなした後、山に送り出すというサイクルなど、同じ構造を有している。また、イオマンテにおいて、重要なことは、儀式に使う子熊は、 母熊が必ず死んでいなければならないということである。稲において母熊に相当するものは種も実である。子熊に相当するものは芽である。一粒の種はそのままでは一粒のままであるが、一粒の種が地に落ちて死ぬことで将来多くの実を結ぶのである。種をまくことなしに芽が出ることはなく実りを得ることもないのである。儀礼とは、 象徴を操作することにより望む結果を将来しようとする一種の呪術なのである。異なる点は、稲であればその年のうちに結実するが、小熊は増えないので、来年以降の豊か漁という形となる。つまり今年の収穫は、昨年以前の儀式の結果ということになる。稲儀については、日本神道における三手倉の古い形である、削り花との形状の類似性が見られる。 稲ウは、形状のみならず、名称からしても、稲の方を模したものと考えるのが妥当であろう。稲の方は、国霊イコール穀物神イコール豊穣神の宿る、より大にして、国霊イコール穀物神イコール豊穣神の象徴でもある。この、国霊イコール穀物神イコール豊穣神には、世界的に見ても、男性神と女性神の両方のパターンがある。また、 国霊イコール穀物神イコール法上神は、両者が体となった存在、両者を兼ね備えた、両性具有存在、であるとも考えられる、例、うが人。ゆえに、国霊イコール穀物神イコール法上神を表現、するのに、男性と女性の両方の象徴を用意すればよい。ゆえに、イナウには、男性と女性の性別があるのである。また、貨幣経済以前の社会において、 国物とは富であり、権力資源である。人間の世界の投影である神々の世界においても、稲ウイコール島のホイコールフイコール権力資源が、支配者の投影である神々に喜ばれるのは当然のことであろう。もちろん、子マ自体が稲に相当するので、原理的には、稲ウは必要ないのだが、こうした儀礼において同じ役割を果たす、異なる象徴が重複しても問題はない。 人間心理としては、法上や幸福を実現する演技物は、種類と量が多くあればあるほど良いのである。そして、稲作を行わない狩料最終民族であるはずの、アイヌの法上儀礼に、稲を必要とするところに、イオマンテ儀礼の原型、期限が透けて見えるのである。昭和24年、古籍有事作曲、菊田和夫作詞による、歌謡曲、 イオマンテの夜がヒットし、広く知られるようになった。だが、歌詞、戦律ともに、アイヌのイオマンテとは、かけ離れている。歌詞の中では、夜間にかがり火を焚いて、儀礼を取り行うものになっているが、実際の送り儀礼は日中行う部分が多く、夜間にもかがり火は焚かない。また前奏に、ドラの音のような効果音が入り、歌詞には、アフリカの太鼓であるタムタムのような擬音が、 登場しているが、アイヌ音楽にドラや手のひらで打つ太鼓は存在せず、歌の伴奏は手拍子のみである。そもそも、イオマンテの夜の旋律は、アイヌの伝統音楽と関係のない歌謡曲調の、ものである。また、毎年10月中旬から11月末にかけ、イオマンテの日祭りという行事を、アカンコ温泉にて開催しているが、内容は、アイヌ音楽や舞踊を中心にした演出であり、 本来のヨマンテとは別物である。漫画、楽器デカでも、主人公の小回りくんがギャグとして披露するシーンがある。アイヌの祭り、イオマンテ、朝日川市博物館、三岡新一、アイヌの足跡、田辺誠制堂、1931年、106P。アイヌ民は、P29 マ送り大正15年3月5日、発行、工藤梅次郎著作、工藤書店。 年中行事時点、p 2 7 4 9 5 8年5月23日、初版発行にし、各遺症共変東京堂出版、イオマンテ禁止通達を撤廃アイヌ認識、52年ぶり、47ニュース、2012年1月16日、閲覧。ありがとうございます。